もうちょっと明るくしよう。こんばんは。ありがとう、来てくれて。そう、びっくりした。まだ内容は言わない。びっくりしたよ。びっくりしたの。朝さ、そういう話をしてたじゃん、朝配信で。ほんでさ、ほんで今日というこのタイミング、びっくりした。私預言者かなんかでもかと思った。そう、めちゃめちゃびっくりした。オフショル？オフショルじゃない、ワンピース。そう、びっくりしたね。みんなも知ってるもん。おはよう。おはようじゃない、こんばんは。え、メンバーのもとには4時頃来ました。4時半とか頃に LINE が来て、そう、このあと先輩の公演の時に言うのでみたいな、待っててくださいって。でさっき見たらもうオフィシャルサイトに出てた。出てた。カメさん、ブラボー、ありがとうございます。イカプンさん、イカプン2さん、なんて読むんだろう。こんばんは、はじめまして。そう、数時間前、びっくりした。え、何も盛り上がらんかった。普通にマネージャーさんからメッセージ来て、みんな既読をつけて終わり。そう、びっくりしたね。そう、300人集まったから何の話かちゃんと話そうか。そう、なんかね、あのグループライン、マネージャーさんとかが入ってるグループラインはあんまりわちゃわちゃしない。テロップ買いました。7枚目シングル10月20日水曜日発売決定ということが決まりました。そう、だから突然夜の配信を始めしました。そう、バンジュラモンスターさん、ハートありがとう、ありがとう。パチ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 、アキラさん、パチパチパチ。カメさん、拍手。アキラさん、拍手、ありがとう。10月20日だいぶ先なんですけどね、7枚目が決まりました。嬉しいお知らせ。でも全然選抜とか、選抜メンバーとか曲とかはまだ何にも知らなくて何にも知らなくて、本当に。コケドモさん、拍手ありがとう。これからどうなっていくのかわかんないけど、何かの形でね、私も関われるといいなと思いますが。そう、約2ヶ月後、昇格ライブよりも後なんですけど、そう、何かね、おもこいとか春夏秋冬みたいに2期研究生だけのあれでもいいし、できるのなら選抜入りして。そう、何かね、なんかそういうカップリング曲とかでもいいから関われる形ができるといいなって思います。イカポン2さん、はじめまして、はじめまして。そう、楽しみだよね。いろいろ多分今後ね、オフィシャルサイトとかツイッターとかで
どんどん新情報が出てくると思うので楽しみ。私マジで朝知らなかったんですよ本当にそう、朝知らなかったんです。なのにそういう話をしてたら今日の夕方 LINE が来て、この後発表するのでまだ NG でってまだ言わないでくださいって言われて、みたいな、びっくりした。そう、シングル発売です。7枚目、楽しみですね。どんなことがあるんでしょうかね、これから。いや、夕方には決めてない。なんかさっきふとショールームを開いたらアンナちゃんとかがこういうタイトルで配信してたから、私もしようかなと思ってちょっと不意に思い立って、さっき予約を入れてほぼゲリラで始めましたね。9月でね、9月12日発表だと思ったよね。フラグって言うんですよ、本当に。そう、びっくりしたよ本当に。そう、びっくりした。そう、昇格後初のシングルだから2期からも選抜入ってもおかしくないんじゃないかななんて思ってるけど、そう突然配信を決めました、すいません。そう、びっくりしたよね。皆さんニコ生見てたんですか？私途中まで見てて貴族タイムに入って見るのやめたんですよ。高校野球に行ったんですよそう、高校野球今日まだやってるんですよ。今日はスタートが11時とかだったから遅くて、まだ4試合目をやってるんですよね。だからそっちに行ったんです、帰属タイムが始まったから。おお、自分は帰属なんで、すごいすごい、みんなさすがですね。そう、高校野球もうすぐシングル受付かな。そうかもね。そう、それでね、途中まで見ててね途中でどっか行って、あのライブが終わる頃1時間半ぐらいとか7時半頃にまたニコ生に戻ろうと思ってたんですよ。そしたら野球に夢中になっちゃったで気づいたら、あの公式サイト、オフィシャルサイトにもう出てて、はあって思ってショールーム開いたら、アンナちゃんとかがこのタイトルでしてたから、私もしようって思って突然始めました。つぼゆうすけさん貝殻ありがとう。そう、びっくりした。そうなの、だから突然配信を始めていますそう、私貴族じゃないんです、課金無理なんです。課金何もできない、怒られるから課金できないんです。 DMM も見れないし、ブログとかも見れない、モバミも誰のも見れない。そう、ショールームとかも課金はできない。メンバーは夕方知りました。お嬢様じゃないよ私は全然お嬢様じゃないんですよ。え、その発表のとこは帰属タイムじゃなかったんですか？みんな見れたのかな？帰属タイムのままだったのかな？アギラさん50年のありがとう。
足タイムだったね。神曲来るといいよね神曲って言われるようになるといいな。今日は東広島の方にちょいとお出かけしたので、数時間のお出かけをしたのでこのワンピースを着てる。発表シーンだけ貴族タイムじゃなかったらうまいなって思う。宣伝上手的な。ああ、貴族タイムだったの。貴族タイムだったんだ。そりゃショックそりゃショック。ひげじいしんちゃん先生、金魚金魚ありがとう。そう、パン屋さんに行ってきた。アスナロっていうパン屋さんに行ってきた。目標7セブンスなんて読むのかね。わ、もっとユネーナと話す。嬉しい。私もお話し会とかあったらもっともっとたくさんみんなとお話しできるように告知とか頑張りますね。お話し会と直接会えるお話し会半々ぐらいがいいよね。ね、ツイッター見たら発表してた。誰がセンターだと思う、みんなそうそうなんですよ。1時間弱ぐらいずっと見れてました。あの MC 企画ぐらいまで見れてたんですよ。そう、うん、生で発表見たよって。すごいいいな。なんか先輩のライブさ、セットもあってさ、毎回楽しそう。ツアーって感じだよね。センター2期生すごくない。それはみんなもう予想してるのかな。うん、ひげじいしんちゃん先生、ミスキャノが、ねえねえ、あったあった、ぬいぐるみあった、見て、かわいくない？あった、ひげじいしんちゃん先生、ありがとう。ありがとう。パン屋さんね、アスナロっていう西条にあるパン屋さんに行ってきた。インパクトを与えるために。あー、センター動物どうだろうね。え、普通になんか机の後ろの棚にあった。神さんありがとう。 IT7 さんもありがとう。かわいいでしょ。これどこで買ったんだっけな。どこだったかな。タグがついてないからわかんない。かわいいでしょ。これも名古屋港水族館だったっけ。かわいいでしょ。そう、お口がハートになってるの。チンアナゴです。カメさん、アッキーセブンさん、シュワンコさん、人でありがとうございます。そう、ずっと探してたやつ。初心者丸出し。どうやって CD 買えばいいんだろうね。ネットで買うのかねネットで買うのかね。私もインターネットサイトから1枚買ってみようかな。私もどうやって買うのか分かんない。ポルンガさん、ニシキアナゴありがとう。今度パン屋さん、そう、西条駅の近くなのかな、分かんないけど。そう、キャラアニ。そうなんや。なんか多分どこ、ここから登録とかあるけん、それを押して会員登録をしてメールアドレスとか登録してみたいな感じでできるんだと思う。そう、多分ね。しんいちさん、たつのおとしごありがとう。なんかそう、初めてのさ、ライブのチケットとかってめっちゃ緊張するよね。私も緊張した緊張した。スイカさんありがとう。パクパクありがとう。
2期生曲ね、あるといいよね。そう、西条にあるんです。24日ありがとうね。雨ね、またでも明日、今日の夜ぐらいから降るから心配だよね。そう、チンアナゴここになんかある。7枚目昇格記念に2期生曲あるでしょ。本当？春夏秋冬みたいにみんなで歌いたいな。しんいちさんありがとうございますありがとうございます。チンアナゴニョキ、画面から生えた、かわいいでしょ。探し出しましたそう、マリンワールドの海の中道、やっぱりオーディションの時に買ったよね、そんな気がした。ゆなママが来た。こけだまさんありがとう。アッキーセブンさんかわいい、ありがとうございます。瀬戸内巡りしたい。確かに初めてじゃない、瀬戸内巡りできたら。9月12打ち上げで選抜発表じゃないかな。そうかな、確かに1ヶ月ぐらい前。そうかな、 HKT5 期、うん、5期生オーディションってことだから2年2、3年3年ぐらい、うん、いつだろう、中3ぐらいの時だから3年ぐらい前かな。関東も巡ってくれ瀬戸内プラス関東、関東ファンの方多いよね。関東行きたいね。そう、これで9月12ももっと楽しみになりましたね。それまでにもう全部情報出るかもしれないけど楽しみだよね。ジョニー平田さんありがとう、ありがとう錦アナが。9月12ね、どんな発表があるんだろうね。ここでシングルの発表があったからわかんないね。高校野球見たい高校野球見たい。この配信は45分ぐらいまで、また明日も朝配信、朝7時からあるので。ユニットで瀬戸内巡りいいね、いいね。しんいちさん貝殻ありがとうございます。3期生オーディションかな、やっぱり。どうだろうね、これ海の中道マリンワールドにあったらしいこのお部屋にはテレビがないよ。新曲ね、お、今日新幹線の予約早いね。ピンマイ山口にかもんピンマイね、ピンマイマジでめっちゃ仲いいからいろんなとこ行きたい。本当は今日晴れだったらねバーベキューしに行こうっていう話をしてたんですよ。でも雨だから、雨っていうかずっと雨降ってたから、ちょっとそう雨降ってたし、ちょっとあれだね、天気っていうか海とか怖いねっていう話して延期ピンマイカーバーベキュー大会延期、また今度にした。朝7時です。明日はもう平日なのでね、皆さんお仕事とかあると思うので、時間がある方は遊びに来てください。そう、海の中道、そうそうなんよ、バーベキュー、ゆりにゃがさバーベキューしたいって言っとったけんねしようっていう話をしとったんじゃけど、
いずちゃさん、あ、ごめん急にうるさい、ありがとうございます。13は有給取る、嬉しい。そう、夜配信超久しぶり。ピンマイカーでバーベキュー、そうめっちゃ楽しみ、楽しみだったんだけどね、仕方ない天気だから。お、30僕体楽しみ。食べ物量すごそう、確かにお肉が女子の量じゃないかも。突然出てくるよ。こげ玉さん、錦アナゴありがとうございます。電車止まって回収済みになりました。明日、明日、そう私バーベキューとかもう超得意よ超得意よ、野生自由なやな、火つけれるよ、あのガスバーナーと内輪でできるよ。メタボさんありがとう、ありがとう。ふーちゃん大好き、村新さん金魚ありがとう。さあピンマイバーベキュー企画そうピンマイカーでしようとしてた。しんいちさんハートありがとうございます。あ、今日お休みだったん。広島も今日は全部電車止まってたかな多分。ムルシンさん、チンアナゴありがとうございますありがとう。広島のツアーね、9月12みんな来てくれますか。え、リコチはいつでもテンション高いよ本当に。みーちゃんさんありがとうございます。クアトロの次の MC 企画はバーベキューで、バーベキュー建物の中でするの、バーベキューしちゃうのかい。もちろんって、嬉しい、近いと押せないのよね、遠距離恋愛タイプお、お昼嬉しい。みんな当選しました、みんな当選しました。行きたいけど県外に出れん、それなぁそれなぁって、本当にコロナ悲しい。これ、これ多分水族館いろいろあるんじゃないかな。チンアナゴ水族館で買えるはず。あ、昼だけ、昼夜嬉しい。あれ、あの一般販売みたいな、あのローチケさんとかのやつの当選ももう出た、出たんかな。そう、あとどんだけ残ってんだろう。友達とかさ、誘いたい人はいっぱいいるんだけど、ちょっとね、高校生にはお高いよねそう、嬉しいです、みんな来てくれるから。昇格したらチンアナゴめっちゃ来そう、ほんと待ってます、この子のお友達チンアナゴ大好きだから。外れなかったって、まだなんだね、完売、頑張る。いとこのお家ピンマイカーのバーベキュー決まったら言わんよ、秘密で行くもん秘密で行くもん。確かに今ね、広島も人数増えてるから、9月12まずは無事できることだよね。そう、しんいちさん日田でありがとうございます。うにゃままによだれかけ、それな、マジでご飯をこぼすママAKB 地下線の ST 枠で当選だからよくわかんないです、まだなのかな。なんかもう終わりなんかな、チケット販売もうないの。チンアナゴの魅力、
ゆっくり動くとこ、こうやってゆっくり出てきてね、シュッて戻るの。ずっと永遠見てられる。かわいい。ゆねんのゾーン作ってもらって、そう、友達を招待したいの。アンピーもチアノゴの話をしてる。アンナちゃんも持ってなかったっけ、オレンジの抱き枕みたいな。クアトロさんで焼肉したら火事になっちゃうよ。そう、かわいい。松田の友達に、嬉しい、来てくれるかな。誰かの部屋に集まってタコパ配信、え、いいじゃん、楽しそう。コロナ落ち着いたらやりたいね。そう、チンアナゴいっぱいいると思う。地下でケーキ、スイパラ？スイパラいいよね。でもそんなに行ったことない、スイパラ。もう45分になった？なるかな。タコパ配信したいね。ピンマイカーで楽しそう。44分、ぼちぼちあれだね、終わろうかな。今日はそう、7枚目シングルが10月20日発売ですっていうお知らせでした。ふん。そう、今からどんどん多分どんどんね、情報出てくると思うので、タイトルとか選抜メンバーとかカプリング曲とか特典みたいなやつ、お話し会とかのどんどん出てくると思うので、お楽しみに。お楽しみに。そう、明日は朝7時から朝のハッシュタグよなよなの夏休みです。朝お暇な方は、お時間ある方はぜひ来てください。そう、楽しみに。ということで、今日もねランキングいきましょうかね。お話し会の発表が先なんかな。そうかもしれん。明日の朝ぜひ来てください。じゃあランキングいきますね。13位バンジュラモンスターさん、12位水鉄さん、11位ふーちゃん大好き村新さん、10位メタボさん、9位こけだまさん、8位みーちゃんさん、7位みゆさん。あ、変わった。13位メタボさん、12位コケダマさん、11位みっちゃんさん、10位水鉄さん、9位アリフフレシアさん、フレシアさん、はい。8位みゆさん、7位カズさん、6位リンクさん、5位ナスノさん、4位スイカさん、3位アキラさん、2位アキーセブンさん、1位カメさん。はーい、壇上の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日は7枚目シングル10月20日発売決定というお知らせでした。明日の朝はまた7時まったりのんびりゆなゆなの夏休みするので、ぜひ来てください。ということで、今日の
夜配信ゲリラでしたが、見に来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。それでは配信終わります。5、4、3、2、1、川またねー。川また明日の朝。おやすみなさーい。